主よ、今一度この旗を救国の、いえ救世のために振るいます。秩序は燃え尽きた。多くの意味が消失した。私たちの未来はたった一秒で奪われた。この戦いは人類史を遡る長い旅路ですが、悲観することはありません。あなたには無数の出会いが待っている。この星のすべてが聖杯戦争という戦場になったとしても、この地上のすべてがとうに失われた廃墟になっていても、その行く末に無数の強敵が立ちはだかっても、結末はまだ誰の手にも渡っていない。さあ戦いを始めましょう、マスター。過去最大の規模で行われる聖杯戦争、開幕。フェイト、グランドオーダー。それは未来を取り戻す物語。アニムス、アンプル、アンバース、アニマ、アニムスフィア。かがり火に火を灯せ、祭壇に供物を捧げよ。魔術王の名のもとに、この星の神聖をこと保護。見るがいい、この末路。人類史そのものが行った悪しき、破れ去った歴史の悪意の果てがこれだ。だが嘆くことはない。なぜと被害しゃぶることもない。弱い者を自然淘汰ではなく自発的に排したのが人類の回答であったのなら、その役割が君たちに回ってきただけの話。我が名はソロモン。過去と未来を見渡す目を持ってこの結末を予期した者、そして人類の最後の戦いを彼岸より見届ける者だ。空想の根は落ちた。空からの信号は途絶え、地表は漂白され、この惑星は一人ぼっちの星となる。ろ過異分子現象、侵略され白紙化した惑星。もはや正しい秩序はない。人類を守る英霊はいない。何一つ味方となる者はいない。この地ではお前たちこそが悪なのだから。だがこと生存において善悪による優劣はない。お前たちがまだ諦めないというのなら、あの時と同じく何もかも無に帰したこの状況でまだ生存を望むというのなら、愚かしくも力の限り叫ぶがいい。惜しげもなく過ちを重ね、あらゆる負債を積み上げてなお希望に満ちた人間の戦いはここからだと。フェイト、グランドオーダー、コスモス・イン・ザ・ロストベルト。まったく、中身を作ろうとするのはこの宇宙の悪い癖だ。